オーディオディスパッチの時間です。英語で雑談力をつけるっていうことなんですけれども、よくね、英語で雑談力をつけたい、もっとたくさん話したいというふうに言う人が多いんですけれども、どうしたら英語って、雑談力がつくかということなんですね。で、そこで私がいつも、うちの生徒に言ってるのは、実は日本語で答えるときにあまりにシンプルすぎる、ね。例えば日本人ってざっくり言うの好きですよね。今度アメリカに行くんだよとかね、日本語でも言いますね。でアメリカといってもですね、広ござんしてですね、どこだよとアメリカのということになるわけです。ですから大体ね、英語で話す人っていうか、ネイティブって言われる人はね、結構ディテールを話すんです、ね。アメリカ行くんじゃなくてロサンゼルス行くんだと、ロサンゼルスもどこに行くんだとか、ハワイに行くんだじゃなくてハワイのどこ、マウイに行く、でどこで何するとかね、そんなことを、言うわけなんですね。でそうすると話がディテールに行くんで、どうしても細かく説明しなきゃいけないんで長くなると、つまり雑談力がつくということなんですね。例えば仕事の話するにしても、日本人だと仕事はサラリーマンで終わりますよね。もう向こう絶対ないです、サラリーマンっていうのはね。仕事は何って言ったら、どこどこの会社で何をやってますと、でどういう部門でこんな仕事をしてますとね。私はシステムエンジニアで、IBM で勤めてて、システムエンジニアの、どういう部門を担当してるかというと、例えば医療関係の、システム作ってますとか、そういうことを細かに言うわけですね。だから聞いてる方も突っ込みやすいし、へーみたいな、医療関係のってどんな感じとかね、もしちょっと医療に興味があればそういうところをいろいろ詳しく聞けるし、ツッコミどころ満載と、で相手にもツッコミどころが増えるとね、いうことなんですよ。旅行の話してもさ、ちょっとヨーロッパ行ったんですよで終わるんじゃなくて、あそことそことここ行って、こんなことして、あんなことして、あんなことしてって言えばツッコミどころ満載ですよね。だからなるべく自分の経験とか仕事とか、自己紹介、テニスが好きだけじゃなくて、テニスが好きでこんなことして週に何回やってて、テニスの試合見に行ったとかね、錦織圭の試合見たとか、そんなことをずっと、言うとですね、向こうも突っ込みやすいし話が長くなる、つまり雑談力がつくということなんですね。ですからなるべく細かい、長く話したいんであれば細かいディテールを話すっていうのがとても実は大事になってきます。ですから、英語の雑談力、そう考えてみると意外と簡単。そのためにはまず普段から日本語でね、自分のディテールを、細かく話す癖をつけておいたらいいと思います。よろしいでしょうか。それではまた来週お会いしましょう。 See you next time. Bye bye.